はい、ナグスギターズ、チェサピークシリーズのですね、セバーン、ご紹介いたします。2回ほどですね、ご紹介しているそのセバーン、ちょっと見栄えがもうだいぶこれは、ルックスが違います。トップとかは全然、張ってる、スタイルのものではなくてですね、アルダーの、ボディ、そして、メープルの、ネックにメープルのフィンガーボードという、まあ、シンプルな、構成になってますけど、なんといってもこのカラーですね、オールドレッドバイオリンというカラーでございます。レッドバイオリンというあの映画になってますけれども、まあ、あのその、まあ、バイオリンをめぐった、まあ、ちょっと数奇な運命みたいなミステリアスな、お話があるんですけども、まあ、あの気になる方はそっちはあの、見ていただいてですね、そこからの、まあ、あのインスパイアされて、塗ったのがこのオールドレッドバイオリンカラーという、こちらのチェサピークのセバーンでございます。まあ、あのネックグリップもあのいつも言ってますけど、非常にこの握りやすいというかですね、フィット感がある、これもまあ、あれですね、ちょっと、ストラトの、古いもののスタイルに非常に近いタイプのこの横のサイドの、ところがよくこう落とされてですね、頂点の方が三角とかソフト V まではいかないんですけども、そのぐらいのシェイプになっております。特にあの親指使ったりする人にはやっぱり握りやすかったりするので、そういった部分ではプレイアビリティというのは非常に高いギターになっております。とはですね、他の、2本に比べてですね、だいぶちょっと落ち着いた感じですね。ちょっと暴れる感じよりはどちらかというとまとまった、しっとりした感じの、音になっております。でピックアップはですね、今回は、ベアナックル、のザミュール、乗っております。まあ、いわゆるもあのパフの、まあ、ヴィンテージの、パフのトーンを再現したという、こちらもですね、やはりそういうヴィンテージライクというかですね、決してハードではない、ピックアップが乗ってます。まあ、その分この生の鳴り方が非常に、締まってるというかですね、柔らかい感じで鳴るので、あのこの枯れた感じとですね、非常にこう相まってエア感があるというか、レンジ広く、エア感があるという、そういう、音になってるんじゃないかなと思います。でチェサピークのシリーズもですね、あのチェサピークシリーズセバーンとはなってますけども、なんといっても形が一緒なだけでですね、まあ、使ってる材料も様々、でやってるんで、なんか一貫性があるようで全くこうないっていう、いい意味で、個体個体でですね、一本物っていう形で、まあ、あの作られてる、感が強い、楽器でございます。
今回このミュール、乗っかっているのは結構ベストな、チョイスで、本体とのマッチングは非常にいいんじゃないかなと思います。音の方を聞いていただけると分かったと思いますけれども、非常に伸びのいい、トーン、あとこちらのコントロールのトーンを絞った時にですね、なかなかいいあのミッドブーストした感じ、結構たまらないサウンドになっていると、思います。そんな、チェサピーク、セバーン、ぜひお試しください。